王三将王家は両生綱郵便目に属するトガ模式族はヘルベンダー族。アメリカ合衆国東部、中華人民共枠に先部、日本最大種は大陸王三将王で最大全長152センチメートル。最小種はヘルベンダーで全長31から74センチメートル。体型は扁平。王は、やや短く先端は、側辺してヒ状になり、 泳ぐのに適している。目は小型で、まぶたはない。体側面の皮膚が、だ状に伸長し、表面積を増やすことで、皮膚呼吸に適していると考えられている。肺を持つ。獅子や指跡は短く頑丈で、前肢の指が4本、後肢の跡は5本。王三将王族アンドリアスヘルベンダー族、クリプトブランケス流れの速い河川などに生息する。完全彗星。 岩や倒木の下を巣穴にする。危険を感じると匂いの強い粘着質を皮膚から分泌して身を守る。食性は動物食で魚類、甲殻類、貝類、ミミズなどを食べる。繁殖形態は卵性。岩や倒木の下などに術状の卵を産む。オオサンショウウオ族の構成種は食用とされることもあった。オオサンショウ,ウオ族は ワシントン条約付属書アイルイに掲載され、商業目的の国際的な流通は禁止されている。ヘルベンダーのミッペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。なお、このタグリの化石はヨーロッパからも発見されており、18世紀に発見されたものはノアの洪水で死んだ人の化石と判断され、その学名はホモディルビーテスティスと名付けられた。 しかしシーボルトが日本から持ち帰ったオーサンショウウオの研究により、これが巨大な両生類であることをキュビエが見出した。それにより、後に、俗名はアンドリアスに変更されたが、発見者、ヨハン・ヤーコブ・ショイヒツァーに敬意を表し、アンドリアス・シュセリーと名付けられた。ちなみに、カレルチャペックの SF 小説である、参照魚戦争に登場する。 参照王はこの子孫であるということになっている。ありがとうございます。